ちょっと今日もね寝すぎて7時ぐらいに起きて、今ね顔洗ったりコーヒー入れたりして、あー気持ちいい朝ですけど、あー気持ちいいですね。今日はねちょっとね締め切りのやつとかも結構あって、ぼちぼちとそれをねこなしながら過ごしたいと思います。今からね朝食パンとコーヒーを見な、いただきながらネットフリックスを見たいと思います。よいしょ。これが終わった後にね作業に入りたいと思います。今あのネットフリックスのあのテイルズライト、テイルズバイライトというね光を紡ぐ物語みたいなのをそう見てて、まあ、その前にちょっとねあの税金とかね確定申告とか所得税とかねそういうのをねちょっといろいろ考えてたら、なんかもう絶望的な気分になってたんですよね。だってもう、まあ、言ったらぶっちゃけ稼いだ分半分、まあ、所得税なんですよ。つまり皆さん、まあ、僕も皆さんがね1億稼いだら5000万税金なんですよ。まあそれがねもちろんね医療保険とかいろんなもので人々の役に立ってることは重々承知してるんですけど、まあ、1億頑張って稼いだのに5000万、つまり10万頑張って稼いだのに5万とかね、そういう状況に陥るじゃないですか。なんかちょっとね気分が萎えてたんですよ。なんか頑張って貯金しようってしてるんですけど、本当世の中ってお金だなとかいう感じでちょっと気分がめいてたんですけど、今ねテイルズライトでね自然に忍び寄る脅威ということで、なんかサメのねフカヒレを狙って密漁とかそういう取りすぎる問題があると。である海には魚のヒレがない状態でこうポカーンとまだ生きてるサメとかがいて、でそこの中でコメントでそのナレーターの人が言ってたのは、食べなければ殺戮はなくなるというね言葉があって、そうだな、だから牛さんとか豚さんとかも食べてますけど、僕たちが食べなければまあ殺戮はないから、それを殺戮と取るのかもちろんね価値観とか状況は違うんですけど、そういう世界で僕らは生きてるのにお金が取られるとかお金がなくなるとかそういうことではなくて、本当に自分の人生を自分らしく生きるためにはこれをしたから例えば10万円とかは考えなくて生きていく方がいいんだなって思いました。このちょっとねドキュメンタリーを見て、だからあこれしたらいくらで、これしたらいくら儲かっていくら税金取られてると考えるよりかも、本当に自分らしく自分が好きなこと自分が得意なことで生きていく。もちろん食べれない時は節約もするし、でもちょっとは贅沢もするしとかね、そういう感じで人生をもっとね大きな目線で見ていくことをねちょっと忘れてました。税金とか所得税とか確定申告でこうなってはもうげんなりしてたんですけど、もっと世界は広いわけです。自分の人生はもっともっと広がるわけなんですけど、それを狭めてしまっているともったいない。なのでせっかく生きてるんだから、だからもっと広い視野を、税金確定申告でげんなりするんじゃなくて、もっと広い視野、もっと自分がやりたいこととか自分が達成したいこと、あ目標にしたいことで生き方なんかをもっとね壮大なスケールで描いていかないと、どん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 現実にこう引き戻されて、なんかもう現実を見るとなかなか辛いじゃないですか。だからいやもちろんしっかり見ないといけないんですけど、現実を見つつもう少しね視野を広く自分の人生を考えていかないと、目の前のことに追われて人生がね狭まってげんなりしていく、精神的にちょっとメンタル的にああ大丈夫かな不安だなっていう感じになっていくんですけど、不安なことはね消えないので、
その不安を今抱くより、そうなってからの不安をと対面することをちょっと忘れてました。だから今やれることをしっかり一生懸命、今日一日を一生懸命生きるということまでね、ちょっと僕はね、このね、たった10分ぐらい見ただけですけど、感化されました。なので今からね、ちょっとね、動画編集とか、クライアントの案件とかね、ちょっと頑張って、まあ楽しんで、これ多分好きなんでね、楽しんでいきたいと思います。まあ、本当はね、ぐうたらしたいんですけど、多分ぐうたらしてたら人間、何かやんなきゃって思っちゃうんじゃないかな。だからな、やっぱり何かやらないとダメだと思うんです。ということで、やっていきます。はい、明日ね、長崎の雲仙の観光 PR の動画の撮影があるので、ちょっとね、バッテリー関連のものをちょっと充電しとこうと思って、で、まあ、充電のバッテリー残量の確認、これね、大容量のバッテリーでございます。2万とか3万とか、こっちも2万とか3万とかね、これ両方ね持って行って、で、これがフライト、インテリジェントフライトバッテリーなので、まあ、とりあえずこっちのバッテリー、DJI ミニのバッテリーが OK になったらこっちを充電して、これはね、割と充電持つんで、このまま行きたいと思います。で、オズモモバイルも一応充電して、ここのね、モバイルバッテリー、GoPro のやつも充電しておこうかなと思って、まあ明日の準備をね、ちょっと今しました。はい、今から動画の撮影やりたいと思います。今日はね、朝からちょっと頭重かったんですけど、今はちょっと晴れた感じはしますね。気分良くなりましたね。まあ、ちょっとね、朝起きて最近げんなりすることが多いんで、その確定申告とか税金のことが最近頭からもう離れてなくて、朝からなんかげんなりするんですけど、まあそんなこと言ってる前に稼げよっていうね、動画も、昨日の夜に見て、で、朝からね、まあお伝えした通りドキュメンタリーを見て、そんなもっと壮大に考えれば、そんなね、税金のことなんかちっちゃい、もっと壮大に考えて、好きなことを、自分の趣味を、自分の得意なことをね、スキルをマネタイズして、楽しく人生をね、謳歌できればと思います。で、このね、Vlog チャンネルで、並行してね、いろんなコンテンツ制作もやってますので、この Vlog チャンネルは僕の活動の全てをね、お届けしたいと思いますので、ぜひね、チャンネル登録よろしく。ここまで見ていただいた方、チャンネル登録よろしくお願いします。僕の人生の裏側を見て、皆さんのね、人生の参考になればと思って、こういう風にね、もう自分の日常ログを撮って、もう言ったらもう分析ですよ。人間の行動の分析で365日、動画、映像で残して、自分はどんなことをしていたのかとかいうのをね、ログで残して、映像で残していくのね、ある意味ね、これ研究データの一つとしてもなるので、365日、自分の思考や自分の行動を記録するってことを皆さんありますか？ないと思います。今までやってた人いるのかな？あ、毎日動画を投稿している方々、YouTuber の方々は結構、毎日ね、企画とか立てて動画撮影してるので、毎日の記録はあるんですけど、人生、どういう一日を過ごしたかという記録はないんじゃないかと思います。これ365日続けたら、結構レアなパターンなんじゃないかなと思います。1年後、2022年の今頃、自分の1年前の姿とかを振り返ったりするのって面白いんじゃないかなと。その頃にはね、僕ね、もう人生どん底かもしれないんですけど、まあ、そういった感じで僕のね、ストーリーテリングをね、皆さんとね、共有して、石原さん今日何やってんだろうかなとかね、石原さん先月何してたんだろうで、たまにね、1ヶ月後ぶりぐらいに来て、石原さん、あ、ちょっとなんか痩せたみたいな、ね、そんなところもちょっと、面白みとしてね、見ていただければと思っております。よいしょ、今ね、ピンタレストって皆さん知ってますか？ピンタレスト。ピンタレストっていうウェブサービスみたいなアプリでもあるんですよ。ウェブサービスあるんですけど、今ね、ピンタレストの、ボードについて、ピン止めしてたんですよね。自分の好きなことをね。で、最近ちょっと伸びてきて、はい。ここね、1ヶ月あたりの表示回数15万ぐらいになってきました。僕のブログに迫る勢いで、僕のこの、ピンタレストのボードをチェックしてくれてる方がいらっしゃいます。めちゃめちゃ嬉しいですね。多分ね、
すごいことになっている。今、概要のオーディエンス見れるかな。はい、今ね、これがあのピンタレスのパフォーマンスページになるんですけど、これアナリティクスもちゃんと見れるんですね。これ多分コンテンツビジネスに精通するようなものなので、ちょっとエンゲージメントとか下がってるんですけど、インプレッション数がね、最近あの伸びてきています。こんな感じ。こうね。こんな感じね。なので、1月に入ってからか。そうか、ここをちょっと変えようかな。90日間ぐらいにしてみましょうか。ここ伸びたね。なんでここ伸びたのかな。何が。まあ、変わってないね、インプレッション数はね。だいたい4000から5000ぐらいの割合で1日アクセスが合ってるという感じです。このね、お気に入りのウェブサイトのインプレッション数がめっちゃ高いですね。やっぱりこれが。これをね、このボードは僕のブログの、ウェブの記事をこうまとめたものになるんですよね。こんな感じで。これね、全然更新してないんですよね。去年のいつかな？これもう4月とか5月から更新してないと思うんですけど、やっぱりこういうウェブに関する記事が一番読まれてる、インプレッションされてると。はい、こんな感じで僕あの、Pinterest も運用してて、今年中に2、30万ぐらいは行くんじゃないかなと。この Pinterest のピン止めは、ちょっと最近も頑張ってきてて、一時期ね、半年以上やってなかったんですけど、インプレッションも伸びたということは、それだけ需要とか、この検索、Pinterest で検索する人が増えてるということにもなるので、ちょっとね、また今回力を入れていこうかなと思います。ここのピンで止めて、で、実際に僕のコンテンツに誘導するという、まあ、流入先がピンタレストでも幅が広がってきているということになります。よし、マヘアをやっていきましょう。新しい車をね、撮ったんです。これこれこれ。なかなかかっこいい車をね、ゲットしたんで。はい、これでちょっと。なんか今どこ行くのかな、まあ、よくわかんないけど、矢印の方向で。あちょっとファーストパプティスト教会を盗聴する、最近ちょっとラーメン率が昼多いんですけど、今からこれ食べていきたいと思います。お茶の CM ね、ラストスパートね、2本いきたいと思います。12回やったよ。もうやった12回したよ。目標達成した。すげえ。調子いい時にはね、こう感覚で飛べばいいもんね。よかったね。わあ、庭汚っ。庭が汚いな、うちの。すごいね、12回したよ。うわぁ、何測点、これ難しいよ。測点結構伸びてる。いや、12回はすごい数なんじゃないかな、普通に。普通にできない人は多いと思う。はい、明日雲仙の、PR の動画の撮影なんで、今日はね、ちょっと早めに、就寝しようかと思います。まあ、いつもより1時間、2時間ぐらい早いかな。でも、とりあえず明日も朝はジム行かずに、雲仙の方にね、朝か9時過ぎぐらいに出かけないと間に合わないんで、行きたいと思いますので、明日の動画はね、めちゃめちゃ活動的なものになると思いますので、皆さんもぜひね、長崎の雲仙でどんな観光 PR のね、動画が仕上がるのかとか、またね、行った先で僕が食べるものとか、どういうものを取材するのかみたいなところもね、ちょっとこの Vlog の方で裏側的に楽しんでいただければと思いますので、皆さん、すいません、ヒートテックですいません。明日の Vlog ぜひお楽しみにしてください。はい、ということで、おやすみなさいませ。